さあ1月22日アクトシティ浜松セミファイナルをご覧いただきましょう。竹内彩花が大将長代千草と組んで大津と戦うということなんですけれども、長代選手と初コンビですね。まあ、あの見どころというのはなんですが、明らかにこれは竹内どこまでやろうかというね、どこまで頑張るかとところでしょうね。さあ、まあ、大将が当然これはフォローにかなりの部分もあることがあるかもしれませんけれども、フォローしつつも思い切って言ってこいと、はい、まあ、やられたらやられたでしょうがないだろうと、まあ、その辺は大将はね、多分考えながら戦うでしょうね。おそらく余計なフォローは入れないというね、気合い入れて送り出しましたね。はい、コールの時もね、自らこう手を取ってね、一緒にこう腕を上げるシーンもありました。長代千草さん、さあ竹内が長島に対して、まあ一方のこれオズとしてはもう長島も崎もおそらく竹内ごときには何もやらせんぞというぐらいのことでしょうね、これね。いやでもこの竹内選手が、まあ、デビューしてですね、はい、これやっぱこうこのカードなんか本当初期の外野っていうのはこういうカードが多かったんですよね。旗揚げ1年目っていうのは長代選手が1期生と組んで、はい、他団体のですね、うん、大物選手が連れてきた若手選手とかと戦うとかね、はい、まあ広田のデビュー戦とかそうですね、そういうのもありますからね。加藤選手も里村選手もそういうマッチメイクの中で揉まれて揉まれてこう自力をつけてきたわけですからね、うん、なるほどね、うん、さあこのいわゆるミレニアムルーキーですからね、これ竹内竹内選手はある意味ではこういう、こう今外野マット、はい、その三つどもえの、うん、まあ、すごいこう激しい戦いが繰り広げられている時にデビューできたというのはですね、まあ、当人の心掛け次第はこれすごい恵まれていることですよね。まあ、これどう取るかですよね、ライトゴロに放り込まれてしまったというね、印象なのか、それとも、まあ、そこは志の問題ですけどね。まあ、私なんかこんなところにいきなり家中こんな家中にですね、放り込まれていったらもんならですね、ちょっとビビってしまうというか、いや私はもう多分帰りのバスの段階でいなくなってます ね、 ね、逃げ出し毎日逃げ出したい心境かもしれませんけれども、いやでもオズからすオズというか、まあ、ノストラダムスですね、はい、いじめがいのある新人ですよね、これまあ向かってきますからね、向かってきます、血だるまになろうと何しようとね、面構えとかもこうね、まあ なんかいかにもいじめたくなるような顔してますからね、いじめたくなる、いやもうおっしゃる通りいじめ放題という状況になりつつありますが、ここでやっとね長代がおっとさあマウント、うん、どうでしょうか、もっと思いっきりいけ、表情は余裕がありますね、あえて10発食った後になんかこうやるんだよって言わんばかりのね、うわキャンバスに叩きつけていく、わもうねもうクソガキ、まあ、竹内選手22歳ですからね、クソガキっていう年でもないんですけど、いじめっ子崎としては本当に何か楽しんでやっているという状況に、いいおもちゃを与えてもらったっていう感じなんですかね、本当ね、いやしかしこれ竹内としてもこれおもちゃになり下がってちゃいけませんよ、さあおっと何ですか、うん、さあタッチできますか、でやっと大将にタッチだ、さ さあおっと、うん、何かね子供をいじめられて怒りに触れる、ね、お父さんが出てくるって感じですけど、おお顔面に膝、顔面膝、おっとさあ尾崎今日は何かこのいつもにも増してこうヒールファイトというか ですね、そういったものが、おお裏剣ダブルで打っていく、尾崎はさあ、おお、ああまたこのパターンか、おお水面蹴りでね、さあこれは取り返して目危ない、おお長島がうまくフォローに入っていく、また裏剣だ、さあこのままエビに丸めて、危ない危ない危ない、竹内選手こういうカットプレーとかはねやっぱキャリアも少ないし、あそうです、ね、竹内自体が少ないじゃないですか、うん、2試合目じゃないですかこれで、まあ、ましてや長代のカットに入るなんていう余裕はないでしょうね、おお危ない危ない、長代選手ねだからフォローもしながら戦っていくのはこれこの尾崎長島組っていうのはなかなか強敵ですからね、なるほど、
さあ試合は間もなく5分を経過しようかという部分になります。なんといってもこの長与と竹内彩花、2000年にね竹内のレスリングスタイルこうだよっていうようなねことを見せてほしい、見せてほしいというねそんな試合ですけれども、まあ相手がオツなんでね、どうしてもこうペースを握りきれないという部分があります。僕もいいなと思うのがですね、はい、やっぱ長谷選手というかガイアは基本的に今竹内選手にドロップキックしか教えてないわけですよね。はい。でそれはもう技ですから、うん、それらしい技を一つぐらい教えることは可能なんですけど、まあ本当少ないそのドロップキックだけでどれだけやっていけるのかと、うん、まあそういう中からね自分意外と本当の自分のスタイルって見出せるもんだと思うんですよ。なるほどね。まあ長谷選手がずいぶん前ですけども言ってましたが、ドロップキックというのはこれ一撃必殺の技なんだと、こういうことも言ってましたからね、はい、まあ長与選手に言わせると、ドロップキック一発でもね3カウント取れるぐらいじゃないとダメだというね、まあそういった厳しいことも言ってました。さあ長与が長島を捉える、ナイスカット。さあ竹内が尾崎を抑えきれないという状況で、今顔変わりましたか、しかし元気ですね、あんだけやられてるのに、あんだけやられてるのにね、まあとりあえずこの人の場合殴る蹴るしかないわけですから、あー裏剣、もうね竹内に対してこういった攻めどうなんでしょうか、普通ゲバボー出すかい、ここで竹内に対してね、まあ、そう誰に対しても関係ないんでしょうけれども、やりますね、ドロップキック一本でね、こういった今のドロップキックはかなり顎の先端鋭角に入りましたよ。さあ2連発サッシモの長島もカウント 2.5、さあ竹内ここからもうこれドロップキックしかないわけですからね、かなり効いてますよ、ガンガン行くしかないでしょう、なんとか起こしておいて、何ですか、ここは長代も一緒にダブルのドロップキックだ、長代選手のドロップキックなんてそうめったに見れるもんじゃないですけどね、そうですね、ちょっとポジション悪かったか、さあ肩上げるんじゃなくてロープ逃げましたからかなり効いてたんでしょ、竹内がちょっと、あれこれはブラインドボディープレス、リエ選手をフォールした、はい、ですね、長与の快勝付きでね、はい、さあ形は不格好でしたけれども、なんとか決まりました、もうね竹内相手に2人がかりですから、オズはもう本当に困ったもんですね。さあ、フットスタンプ、これはダメかな、ちょっと返す、おっと返した、さあここから這い上がってこい竹内、いいガッツですね、よく返しましたよ今のは。前のシングルでやった時はこれで3つ取られてるんですけど、はい、そういう技を返すのを積み重ねていくことによってレスラー強くなってきますからね。竹内はやっぱ打たれ強くなってますね、確実にね。そうですね。さあまたあここはね避けてほしいな。見よう。竹内まで吹っ飛んじゃった。大丈夫ですか竹内。竹内スーパーフリーク。スーパーフリークだ。で試合権利がある。竹内をこれはチャンスだぞ。これはチャンスだぞ。スーパーフリークをもろに食らってる長島。惜しい。これは惜しい。本部席でちょっと木村統括が惜しいという顔しましたね。いやー竹内がねとにかくあれスーパーフリークちょっと不完全だったんですよね。なるほど、竹内がこれ長島あたりから3カウントなんて言うとね、これガイアに勢い違いますよ。ちょっとこれダメじゃない、ジャーマン一発、やはりあの大技を返す力は残っていなかったか竹内で、ああいう技食ったことないでしょうまだ。そう、後ろに放り投げられるような技をですね、彼女は今こうやって、はい、まあ、例えばノストラダムスとか、はい、アスカ選手たちと、まあ、今後戦うようなことがあれば、うん、1試合1試合で初めていろんな技を受けていく場合が多いんですよ、うん、そうですね、そうか、投げ技、要するにその今までは申し訳ない言い方ですけど投げ技まで至らなかったということですか ね、 ですね、あまり食ったことがないっていうのは、要するに打撃一発で3カウントとか、いわゆる痛め技でギブアップとかスリーカウントっていう、
はあ、ここ1個ハードル超えるとまたすごい高いハードルがやってくるわけですね。プロレスラーっつうのはそれの連続なんですよね。辛いわ、これは辛いですね。